失礼します。共犯に行こうゆとりです。よろしくお願いいたします。俺が支店長のホワイトだ。今日は特別に俺が銀行の業務について教えてやろう。はい、ありがとうございます。まず銀行の三大業務は分かってるか。はい、まずお客さんから預かったお金を守る預金業務、次にお客さんにお金を貸し出す融資業務、最後はお客様の依頼で他の口座にお金を送金したり、国内から海外へお金を送金したりする為替業務ですよね。そうだな。そして銀行には大きく分けて3つの収益源がある。1つ目は貸し出しだな。お客様へお金を利子をつけて貸し出し、返してもらう分のリザヤで稼いでいる。2つ目は手数料だな。 ATM でお金を引き出すときにお金が数百円取られることがあるだろう。はい、顧客が預金を引き出したり振り込みをしたりするときに発生する手数料で銀行は稼いでいる。まあ他にも保険や投資信託などの販売手数料でも儲けているな。次に3つ目は有価証券運用だな。集まった預金を顧客に貸し出しするだけでなくて、自分たちで国債や地方債、株式などを買い資産運用することで収益を上げている。なるほど。俺たち銀行は何兆円ものお金を顧客から預かり市場に回している。銀行ってすごいですね。こんなところに入行できて嬉しいです。頑張ります。よし、これからまず銀行の業務について説明していく。はい、まず店舗業務がある。どういうことやるかわかるか。すいません、ちょっと勉強不足で。おいおい、しっかりしろよ。店舗ではお客様が ATM でお金を引き出したり振り込みをする。あとは銀行口座の開設や住宅ローンなどの個人資産の運用相談とかもあるな。え、そんなことをするためにわざわざ店舗に来るんですか。ん、そんなこと。いや、運用相談ならまだわかります。でも僕は銀行口座はスマホから開設しましたし、振り込みはインターネットバンキングを利用しているので、わざわざ銀行には足を運ばないんですよね。お、そうか。でもな、スマホとか持ってない方もいるから重要な業務なんだぞ。でも少額の融資を受けたり投資をするためだけにわざわざ印鑑を持って何分も待たされるのって結構ストレスだと思うんですよね。まあネットで完結できるように少しずつ我々銀行も改革を進めてるから、これからはもっといいサービスが提供できるようになるよ。あ、そうなんですね。じゃあそれが進んでいったら店舗って必要になるんですか。次の構想とかって考えたりするんですか。うるせえな。俺ら銀行の視点はな、自分たちで新しい策を考えて改革することはできねえんだよ。全ては本社や決めたルール内で俺らは考えて実行するだけなんだよ。わかりました。次に銀行の営業についてだが、銀行は個人向けと法人向けの営業がある。個人向けは一般のお客様に住宅ローンなどでお金を貸したり投資信託の販売を行ったりしているな。次に法人向けは企業の社長や財務責任者などに営業をして融資を獲得するのが基本の仕事だ。なるほど。でもどちらも少子高齢化の影響もあって貸し出す先が減ってきそうですし、マイナス金利の影響で高金利での貸し付けができず、あまり利益が見込めない気がしたんですが。おお、よく勉強してるな。そこで今後は融資先の社長に経営方針などをコンサルティングし、融資に付加価値をつけ、今までよりも高い金利の貸し付けを目指すのが基本戦略なんだよ。なるほど、銀行員のお金に関する知識を生かすんですね。確かに個人の一般のお客さんなら知識がないのでコンサルティングしてもいいと思うんですけど、法人の社長相手にそんなお金を取れるようなアドバイスっていうのできるんですか。相手は何十年も経営してるプロですよ。まあそれはこれからの育成次第だな。銀行では朝や夜、土日に勉強になる様々な研修を用意してるし、まあそれに参加してみるのがいいんじゃないかな。それって本当に自主的なんですか。半期制で受けさせられたりしてないのかな。あと結局他校も同じことやってきそうだし、あんまり差別化にならない気がするんですよね。あとはそのうち AI による貸し付けサービスも開始すると思うぞ。銀行が今まで蓄積した大量の顧客データを利用して AI が融資の判断すぐにやってくれるんだ。これができれば今までよりも安い金利で融資を受けられたりするからメリットがあるぞ。それはいいですね。ただそれだと今まで高い金利で融資を受けた人がみんなそっち行っちゃうんじゃないですか。そうなると金利が安くてリザヤが取れない分、どこかで経費を削らなければいけない。しかも AI がやるなら人はいらなくなると思うんですけど。まあここらのサービスがうまくいっても20年後ぐらいだろうな。ほう、ここまで聞いて思ったんですが、少子高齢化による貸し出し先の減少、マイナス金利によるリザヤの減少が考えられますよね。これだと従来の銀行のビジネスモデルのままじゃ衰退すると思うのですが、何かしらの対応策を打たないと厳しいのではありませんか。うるせえな、そんなことは分かってんだよ。まあ今後銀行成長させるためにはまず海外だな。少子高齢化によって国内の需要が減ってるから海外売上を伸ばさないといけない。実際に最近は海外の銀行を買収したりしながら売上を伸ばし始めているんだ。今後銀行を大きく成長させる事業
業となるかはまだ怪しい気がしますけどね。次に資金力を使ってデジタル化を進めていきたい。国内で顧客ファーストでもっと便利なサービスを提供できれば売り上げ上がっていくはずだ。海外での事業の見通しはまだわからないが、国内での銀行の信用、資金力はまだまだ健在だからな。いくら資金力があるとはいえ、そんなデジタル化を進められるような技術のある人材が他社ではなくわざわざ銀行に来るんですか。それに国内なら楽天、LINE などの大手 IT 企業が銀行業で参入を始めてますよ。それらの企業と提携してなんとかデジタル化を進めるっていうのがやっとったところじゃないですか。いやでも、あと資金力って言ってますけど、一番の脅威はガーバをはじめとする海外のプラットフォーム企業じゃないですか。彼らの時価総額は合わせて約196兆円、対してメガバンクの時価総額は3個合わせて約16兆円ですよ。ちなみに Facebook の純利益は約2兆5000億円で、全国の銀行115個の合計額で2兆2000億円を一切上回っています。このような企業が銀行業に進出してきた際に、当行がどのように叱っていくのか教えていただけますでしょうか。 Google や Amazon よりも AI やビッグデータを利用して利便性に優れたサービスを提供できるのですか。信用は国内の銀行の方が強い。しかもそれらの企業は銀行として信頼されるにはあと20年はかかる。じゃあ20年後はどうなっているんですか。あと支店は確実に減っていきますよね。しかも実際にメガバンクなどを中心として各銀行は人員削減すると発表していますよね。今後支店がなくなったら多くの銀行員はどうなるんですか。答えてください、支店長。うるせえな。答えてください、支店長。支店長答えてください、支店長。支店長、支店長、支店長、支店長。夢か。我々来月の営業計画どうしましょう。本部からまたきついドラマが降ってくるみたいで。そうだな、とりあえず上から言われた通りやるしかないだろ。いつも通り数字に危機感を持って頑張ろう。あ、もうこんな時間か。ではみんな解散で。お疲れ様です。あ、そういえば支店長、明日から新人が来るみたいなんで朝一緒にご挨拶に伺いますね。あ、そうだったな、わかった。ふぅ、まあ、あと20年変えよう。支店長、おう、こちら新人です。おうおう、教官入校のゆとりです。よろしくお願いいたします。おう、じゃあ頑張ってな。もう業務は全部天狗教えてくれるから、天狗じゃちゃんとやってやれよ。あ、はい、ほら早く行った行った。あ、はい、ほら忙しいんだ。はい。やっかなことにならなきゃいいや。今回は銀行業界についてご紹介しましたが、今後も様々な業界や職種についてご紹介していきますので、今後見逃してくれない方はチャンネル登録をお願いします。